こんばんは。今日こそ短く終わったらいいなと思うのです。今日こそもうあのフワスピ脱フワスピレッスンになっちゃってるのね、インスタライブが。ちょっとあの今日 SBK でね、結構呪縛セッションやってるんですけど、毎日のように、まあ毎日でもないんですけど、もうね一個一個が本当に講座仕立てになってて、こうなんかビジネスエッセンスもねちょっと入りつつ、セッションしてるんですけれども、あ、リンさんこんばんは、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日はですね、あのフワスピ の、 あのプライドの高さ、フワスピってあの自己肯定感低いと思ってるじゃん。全然違うんだよね。そもそも自己肯定感が低いっていうことはあの高いんですよ。自己否定で悩んでる人は自己肯定感が高いんですよ。で、そのように現実がね理想的にならないから、あ、自分ってやっぱダメなんだみたいになっちゃうんですね。おかしい話でしょ。で、もうそもそもフワスピはプライドが高いのに、なんか宇宙の勉強をしてもっと高くしようとするわけ。どん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 、これが自分自身との乖離を生む。もうバラバラになっていく。で、あの、まあ、自分ビジネスやってますとか言う人いるんですけど、あの自分ビジネスになってない理由、全然自分じゃないのに、あの自分でビジネスしてますって、それただの個人事業主だろうっていう、稼いでない個人事業主だろうみたいな感じで、あのすごくこじれてる人がたくさんいるなと思っていて、で自分ビジネスってはっきり言ってバカがやることなんですよっていう話を今日 SBK の呪縛セッションでお話ししました。バカなんです。何もできないから自分ビジネスしか最後ないんです。なんともね、こう高尚な仕事の仕方じゃないです。本当に社会不適合者で、あの何にもできない人がやるビジネスの方法なんですよ。でね、だってさ、可愛くもないのに、美人でもないのに、自分の顔さらさなきゃいけないでしょう。自分の胸の内を子供みたいにさらさなきゃいけないでしょう。賢い人がやるビジネスじゃないんですよ。自分、私、超バカだから、自分ビジネスやってるんですよ。で、ここで、そのフワスピのこじれた高いプライド。文章書けません。ブログ書けません。SNS 発信できません。宣伝告知できません。当たり前じゃん。だからプライド高いからできないんですよ。自分がバレると思って。そうだよ。バカじゃないとできないんですよ。なんだと思ってんのと思って。そんな、高尚な、交渉で合ってる、交渉でいいよね。あの尊厳の高いビジネスの方法じゃないんですよ。もう散々だって世界不適合者ですって言っておきながら、今さらバカを演じられないってどういうことって思って、やめてくれるって。だからここに語尾理論が必要なんですよ。語尾理論の語尾は絶対もう受け入れてスタートしないとダメなんですよ。ちょっと受け入れられないとこがありますって言った時点でもうアウトなんですね。ブス、バカ、ババア、貧乏、凡人、たまに病気の人いますけど、ブス、バカ、ババアはもう三大 B ですね。凡人、貧乏は、あの、後にできたやつなので、最初のこの 3B。3B が 3K 狙うなよっていう。高身長、高学歴、高収入の 3K ってあるじゃん、男性のスペックが高い 3K。 いえ、身の程知れっていう、身の丈を知れっていう、 3B がさ 3K 狙うよ、おかしな世の中なんですよ。 3B はさ、もうさ、 3B が自分ビジネスなんですよ。なのになんでプライド持ってんのっていう、
そう。バカだからできるんですよ。漏れなくバカですよ。自分ビジネスするって。社会経験もろくにできない。アホがやるビジネスの方法なんですよ。まあ、創始者は私ですけど。売るもんがなくて身を切り売りしてるんですよ。そこに何のプライドがいるのって。もう勘違いしないでねって。そこで初めて自分の才能が発揮できるわけじゃん。素っ裸になって。ふわスピーの民はさ、自分ビジネスがさ、素晴らしいビジネスの方法だと思ってるかもしんないけど、残念ながら、無能なバカがやるビジネス方法です。最強、なんもなくてもできるみたいな。コネとか、その学歴とか、何もなくていいんですよ、マジで。お金もなくてもできるもん。すごい発明でしょ？ すっごい発明なんですよ。だって SNS のビジネスだから、SNS って無料じゃん。そこで自分を出していけばいいだけっていう、その単純さが、これプライド高かったらできないんですよ。だからあなたがビジネスできない理由、あなたが自分ビジネスできない理由、これですよ。名ばかり自分ビジネスさみたいな感じでさ、全然稼いでないとか当たり前やみたいな。だからこれもさ、私とはステージが違うんだよ。何のステージだと思う？見えないぐらい私底辺にいるからね。そのプライドを保ってられるぐらいの人生しか歩んでない人の、ものすごい見えない底の方に私のステージがありますからね。本当に何にもなくてもできるんです。ビジネス。でそこにさ、こう、特技とかもいらないわけよ。やりたいこととか、やりたいことを選べるほど、社会は私を認めてないんですよ。だから、やりたくないメソッド、あ、じゃあ、めんどくさいメソッドとかさ、トラウマメソッドとかっていう発想が出てくるんですよ。底辺のくせに。じゃあみんな底辺のくせに。 一生懸命さ、その高いステージにいようとするのをもうそろそろやめてくんないですかねとか思って。もうふわつく原因だよ。全然土台がないのにステージが高いところにいて、なんなら人のステージの上に立とうとして、一瞬で終わって続けなくて、持ってるプライドの量が違うんですよ。もう持たないことがプライドですからね、私は。バカを認めたらブログを書くの楽しくなりました。よかった。 もう私は本当に底辺の人間だから何でもできるんですよ。コビ理論でめっちゃ楽になりました。自分大したことなかったんや。そうなんですよ。もうプライドが全部の邪魔をします。だってさ、頭悪かったから今そうなんじゃん。で、ブスだから今そうなんじゃん。認めなよっていう。で、ね、そうこうしてるうちにもう30代突入して、ババアなわけなんですよ。30代以上は。20代後半ではやばいと思ったけどね、私は。ほんと世間に合わせられないから自分でビジネスやるしかなかった。そうでしょ、そうでしょ。でさ、そうなはずなのに、世間に合わせられるほど自分は能力の高い人間じゃないのに、なんで好きなことばっかやってんのっていう話になってくるじゃん。好きなことできると思ってるのっていう。で、やりたくないことやりましょうになるんですよね。
やりたくないですよ。あ、でも会社で働くのも同じかも。私派遣で働く底辺だけど、それを逆手にとって人に頭下げて聞きまくって生きてます。ああ、へえ。まあそれも一つの生きる手段だよね。なんかさ、もう本当に何にもできない人が、何も持ってない人ができるやり方を提案するのは、私はもうね、自分の役割だなと思ってやってるんですけど、なんか全然さ、もうまだやれてませんとか言う人ってプライド高いんよ。ゴビー認めてないんよ。まあ待ってるね、地獄でって感じで。見えないくらい底辺、最高ワードすぎる。そうなんですよ。底辺じゃん。だってこうね、出世ガイドはなんか政治家がもうなんかトップクラスみたいな感じだけどさ、だれないもん。頭悪すぎて 我慢できなさすぎてさ、できないから、やっぱ自由に働きたくて。まあ、私は本当に人にもヘコヘコしたくなかったから。だから家でさ、仕事できるんだよ。もうなんか仕事も取ってこなくていいしさ、自分で生み出したものだけでやっていけるって、めちゃくちゃ潔癖な自分ビジネスだなと思って。本当身を切り売りしてるんですよ。いや、まあ別名、花魁ビジネスですよ。まあ裸で生きようっていう。その覚悟があるのかいって。だからまだプライドを保ってられる人は向いてないよね。そう、自分ビジネスに向いてない人がいるとしたらっていう、今まで答えられなかったけど、そうそう、プライドがまだ保ててる人はできない。それ違いは、で自分のこと美人だと思っててもいいんじゃない。自分のこと可愛いとか若いとか思ってていいんじゃない。でもそれだと自分ビジネスできないからね。カリスマ性が出ないからね。突き刺さりまくり、痛い、ありがたい、痛い。もうなんか自分ビジネスなめんなよみたいな。もうだからね、私のことをね、すごくね、輝いて見てるのがもうすでに間違ってる。さやちゃんすごいって思ってんのがもう間違い。残念ながら。教室の生徒さんも自信がないですっていう人ほど、こっちのアドバイス聞かないで自分のやり方続けてる。いや、そうなんですよ。自信がないですっていう人はね、絶対プライド高いから。自信がないっていうことで、私に何も言わないでねっていう意味なんだと思うんですよ。そう、あ、だからなんかこう、なんでやらないのって言って、なんか怖いからとかっていう、まあまあそのひとまとめにするとね、怖いからとかいう人に、イラーってイラーって、お前がなんぼのもんじゃいみたいな、ゴミだよ社会の。 ゴミなんですよ私は。 社会のゴミクソです。で、そこまで、そこ、で、世の中から見えないぐらいまで、プライド捨てて底辺からスタートしないとさ、始まらないよ。それをさ、異次元で輝いてるっていうんだと思うよ。もう私はね、自分の環境を幸せにするっても誓ったから、13年前に。で、こう、もう外に行って、まあ、社会との接点諦めたっていう感じ。
でもちゃんと諦めたから叶ったんだろうなって思う。なんかその出版があったりとかテレビに出たりとかいろいろそのメディアの活躍っていうのが叶ったんだろうなって思って、だから今までさ五万択鑑定書とか奥女の鑑定書とかもあの皆さんに送りましたけれども、あれはもうプライドあったらダメね。よくわからなくなるね。なんかもう本当自分何者だと思ってんのって、何者でもなかったところの話じゃないんですよ。だって何者でもないってプラマイゼロのところじゃん。ゼロ以下だからね。ゴミ。ゼロってまだゴミじゃないと思うんですよ。なんか赤ちゃんみたいな感じで。それがさ、なんか何者でもないどころじゃなくてゴミだからっていう何者でもないならまだ邪魔にもならないじゃん。必要ともされないけど邪魔にもならないと思うんですけど、ちょっとねゴミ食べて生きるぐらいの気力大事ですよ。もういいと。ゴミです。ふわスピはプライドが高いのに自己肯定感をさらに上げようとするからもっとこじれる。だからブログ書けません、 SNS 発信できません、宣伝告知できませんって。自分ビジネスはバカがやることですっていう本でさらにバージョンアップして、生活ビジネスなんかも、女の人って割と生活を手放したがるんだけど、残念ながら女は男に勝つことができません。勝ちたいんだったら諦めることですね。男に勝つこと、勝てないんだって理解するまで、まあ戦っていいと思いますけど、ゴミって自分に何の罪悪感なく言い切れる強さたるや。ゴミ、あのだから残念ながら生活ビジネス講座に集まった方々全員ゴミですから全員ゴミだからね何もですか、素晴らしい人にしようとかなんか私みじんも思ってないからね分かった、なんか私のこう精神構造はそういう感じ。今日片付けたゴミと私も一緒だった。そうなんですよ。社会のゴミ、その社会のゴミです。それがさ、なんかこう息してるだけで尊いなって私は思うんですよ。息ができることが尊いなって思うし、喋れることも尊いなって思うし、そうそう、理想だけ高くて現実見てない。そうなんですよ。だから自分が何者かかと思って理想高く掲げるんだけれども、残念ながら何者でもない以下だからっていう どうしてくれんのっていうよくそんなになんか理想高くいられるねって思って、私はいつもなんか感覚的な話だったら、このゴミがあそこまでいけたらすごいなみたいな感じなんですよ。そしたらさ、体に力入らないじゃん。力技使わなくてもいいわけじゃん。ゴミ意識ゴミ意識そうなんですよ。なんかすがすがしい気持ちになる。そうなんです。本当はそうだと思いますよ。だから自己肯定感低いんです。自己否定が止まらないんですってさ、なんか自分でじゃあそうだよって言ってあげろよっていうのが自己否定メソッドね。うん、そうだよみたいな、バカって言われたら、あ、バカだったみたいな。割と親ってね、子供にきつい言葉かましてますけど、あ、それ正気だからそうやって言うっていう。本当にプライドあるとね、もう
なんて前に進めないんですよ。そういう意味。顔さらせません。自分の気持ちかけません。自己開示できません。え、なんでお前ごときが開示できないわけっていう、誰が見てんのっていう。だからで結局さ、なんかふわすぴってるけどさ、まずなんか宇宙宇宙言ってるけどさ、なんか自分が小さいから宇宙に逃げるんよね。で宇宙ってさ、まあなんか物理的に見えないところだから都合よくさ思えちゃうわけですよ。思えちゃうわけ、勝手に作っていけちゃうわけ、自由に現実逃避生まれちゃうよね。狭いから宇宙行くんですよ自分が。え、意味わかります？もう窮屈すぎて宇宙みたいな、宇宙は見えないからもう勝手にこう勝手に自由に作っていける、なんかそれが現実創造だと勘違いするのがフワスピだなと思ってます。こんな私と付き合ってくれてる人たちに感謝が、そうなの、そうなの。古神道の精神ならゴミすらも尊くなる。ゴミ万歳。そうSBK に入って私はできないんだって現実をたくさん突きつけられます。でもそれってまだ現実逃避してるし、プライドがめっちゃあるって、気づいたら男に勝とうとしてて、ああ負けてたんだってなります。すぐ私はできてるってなってドーンズドーンと落ちます。本当バカです、本当バカですね。そうそう、できない、さえちゃんみたいになれない、それの、正体は私より持ってるプライドっていう。あね、私より持ってるってやばくない？私はプライドを持たないことにプライドを持ってるんです。もうこれこそ、これこそ自由に泳げるスピリチュアルですよ。だってさ、その自分の場所の外に出ちゃえばさ、すぐバカにされますよ。すぐバカにされます。嫌だなと思って自分のところでやってる。めんどくさみたいな。私ってゴミだからどうや、表現難しいけどこの感じとも違うんだよねって、等身大でゴミって思えることの強さよね。そうなんです、そうなんですよ。森脇ちゃん、私は素晴らしいからゴミでゴビへ来れて嬉しい。でもゴミなのかゴビなのかわからなくなってきたけどゴミなのかゴビなのかそうです。だからもうなんか自らゴミになりたい人は早く SBK 入ってって思うね。全然違うでしょ、思ってたのと違うでしょ。生活ビジネス講座、もうそもそも生活すら捨てられない、まあ女たちの集い、無理なんですよこの社会。男と同じく成功しようと思ったら男の前には何にもないんですよ。仕事だけしてればいいんですよ。女の前は、女の前には仕事する前に洗濯機とかシンクとか食器とか子供とかがあるんですよ。もうね、女は生活から離れられない。これはいろんな意味でです。マイナス、ネガティブな意味でも、やっぱりこう女の仕事っていうものだし、ポジティブな意味では、生活やってるからこそ、何？ほら、ソースと繋がらなくていい、瞑想もいらないって。生活をしてるからこそ、大地からエネルギーを吸収することができるって。だから女は充電器って、男の充電器になるっていう。男は生活しない代わりに女性と関わるんだよね。てか家事しろよって突っ込みたくても、家事しないで直接女の人に触ってくるっていう。だから体はすごいよね。家事しろよって思うけどね。と思う。それで女は家のことで一生懸命なのに、男はなんか女で一生懸命みたいな。
可愛いですけどね、所詮女は奴隷なんですよ。こんなこと言ったらフェミに怒られそうだけど、でもね、逃げられないと思った。だから所詮女は生活からは逃れられない、逃れたいと思うんだけどね。あ、マジで楽に生きれるようになる、最高。そうなんですよ、ゴミなんだと理解できると肩の力が抜けてサクサク動けるんだね。そうなんですよ、そうでしょ。もうそれ、これしよう、サヤスピにしよう、サヤスピフワスピに対抗してサヤスピ、我々はゴミであるっていうまた競争になろう、ゴミ、ゴミ教の競争になる。ゴミ直視するの怖いもんね。宇宙見たくなるわな。そうでしょ。これがもう別れどころなんだと思う。その最初の段階じゃん、これって。そう、サヤスピ、ゴミ競争、ゴミだよって言えばいいだけだし。もうもうね、でも悪口言われたらね、その何にも持ってないのにこんだけ愛されてすごいでしょって言うもんね。何も持ってないから愛されるんですよ。プライド持ってる女は可愛くないもん。セクシーでもないし、あのさ、セクシーっていう感じってなんか抜け感あるじゃん。なんかこう抜けてるみたいな、ハンみたいなハンっていうなんか抜け感あるじゃん。あれ多分プライドだと思う。プライドを持ってないとちゃんと抜けれるんだと思う。なんかその脇が甘いっていうのとちょっと違うんだけど、旦那さんが触ってくるのって充電なんだって、こんな体触ってくれるだけでありがたいですねって、そう思えるでしょ。じゃちょっと旦那さんのこと可愛くなるじゃん。うん、なんかね、だんだんやっぱりまたね、まあ、自分ビジネス講座から3年経ってんのかな、4年目かな、なんかね、また改めてビジネスのことをお話ししようって思った。自分ビジネスと変わらないんだよ、あの理論的なことっていうのは。でもなんかもっと深くなったなって思いましたね。フェミって言葉出てきてすぐに違和感や違うなって思えたの、さやちゃんが土台作りしてくれたからだよ。男と全面戦争してる場合じゃない。そう、いや私でも本当自分ビジネスとかでも生活ビジネスとか、まあ、奥女大学もそうなんですけど、もちろん子宮メソッドもそうなんですけど、革命なんですよ。男と別の女だけの成功法則、なんだよね。女が幸せになるための話、生活と離れない、お金も巡らせる。男はお金を巡らすことはできるかもしれないけどさ、生活を巡らすことは、あの何、血のデータに入ってないんだよね。お、フワスピから正気取り戻したら味覚も変わりました。フワスピで甘み、うまみとしてたものが本当はまずかったのに美味しいってやってました。本当に食べたいものが選べるようになって、ご飯作りも楽しいって。フワスピは痛覚が分からなくなって味覚障害になる。もう五感が全部ね、五感が全部侵されると思ってください。うん、
別に本当これはスピリチュアルになんか興味ないですよって言ってスピリチュアル大嫌いって言ってる人もフワスピの可能性あるよ。私はそのね、今田舎に住んでるからあの人がよく見えるんだけど、都会にいた時よりはね。だってその田舎のあるあるでさ、すぐ人のあの噂話、自分がちゃんと見たこともないのにすぐ人の噂話して盛り上がるのってフワスピだと思うんですよ。見えてない、何も見えてない。だってこれ田舎のあるあるじゃん。自分本位で仕事もちゃんとしないって、別にスピリチュアルに興味なくてもフワスピと同じじゃん。だから次元的なものがさ、だから自分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 になっちゃうって、どん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 外に外に行くんだと思うんですよ。自分さえ気分が良ければいいみたいな。まあね、なんかその生きてる間に一回男に復讐する期間があるのって逆に普通のことだと思うので、なんていうの、そんなに自分のことを責めないでほしいんですよね、フワスピに気づいたとしてもね。だけどやっぱいつかはやっぱ大人にならなきゃいけない時が来るんですね、気が済んで。だから気が済むまで男に復讐しますよね。責任放棄、自分にも相手にもですよね。そうなの、そうなの。全然フワスピ、あ、スピリチュアルに興味なくてもフワスピってる人はいっぱいいるよ、世の中。自分で生きようとしない、まず。生活できないのも、生活本当はできるのに生活できないってするのもフワスピだしね。だからその自分がどうやったら仕事ができるか、お金が稼げるのかっていうのは本当は自分でわかるはずなのに、ブログ書けない、 SNS 発信できない、お金稼げませんとか、もうフワスピだよね。どこ見てんのっていう、なんでって。そりゃな、あんたみたいにプライド高かったらできないよねっていうだから SBK はプライド高かったら入れないです。入んない方がいいです入んない方がいいです。ずっとフワスピってたらいいと思うんですよ。プライド高いのはフワスピです。え、だから 3B なのに 3K 狙うってフワスピじゃん。もう宇宙宇宙言ってなくても、おいおい、どの顔が言ってんのっていう。身の丈に合わない夢が身の丈に合う、叶う人って最初から身の丈を知ってるんですよ。1センチみたいな面白い、身長100、私161あるけど、なんか身の丈1センチみたいな。でもね、0センチでいいと思う、本当に。3B なのに 3K 狙う、 3K の反対で 3B が最初生まれて今 5B になってますけどそう考えると生まれてからずっとフワスピです。まあね、生まれた時はいいと思います。大人になってだんだん現実知っていくでしょ。それで正気になっていくんだと思うんですよ。全然世間を見てないよねっていう、世間見ずして自分だけどんどんふわ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 上がっていくので、実はそれ次元が上がってるんじゃなくて、波動が上がってるんじゃなくて、ただただプライドが高くなってるだけっていう。ネギちゃん、団地のママたちにもよくありますもんね、噂しかしない人。だからお金ないんですよ、団地の人は。人の噂ばっかりしてるから。
で、世間を知った気になるのが宇宙を知った気になってるのと一緒で、そこで満足しちゃう。だから人の噂をしてないと人の上に立てないんですよ。誰かのことを知ってたらその知ってる人よりは上に立てるわけですよ。なんかもっとどんぐりの背比べみたいなやつですけど、自分の実績とか経歴とか全く関係なく、どの面して人の噂してんのっていう。噂話はそのね、対象の人を知った気でいるから、世間が広い私、視野が広い私、宇宙を知ってる私になるんですよ。じゃあ女のダメなとこだよね。ぐすぐすさせるでしょ。そうだけど、あのちゃんとなんか考えてみて、その私を変にさ噂してくる人たち、まあ、あの島にいるから分かるですよね、田舎だしさ、もうすごいなって思うわけ。え、何を私に勝ってんのって思うわけ。何か私に勝てるもの持ってますかっていう。でしょ、ほんとそうですね。って噂ばかりする人お金ないかも。そうなんですよ。だから団地に住まないといけないんですよ。だって努力しない、自分を知らないから努力しないでしょ。人の噂話しただけで人の上に立てたと思って、全然自分を向上させようっていう努力はしないくせに、一丁前になんか頑張ってますアピールはするんですよ。なんかめっちゃ体力の無駄遣いしてないみたいな。何を私に勝ってるのって、もう言ってやりたいもん。なんかもう全部全部若さですらないっていう。主導権取れる可能性あるから噂使うんですよねって、主導権取ってるんじゃなくてみんな引いてる。そう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 、何でも知ってるみたいな感じ振る舞えるもんね。全部違ってても気持ち悪いって思って。もうね、噂話好きな人絶対お金ない、絶対お金ない。自分で考える力がないんだもん。親世代にうじゃうじゃいました。そうだね、それだったらわりかし今の若い子の方が賢いかもしれないなって思うな。見ないもんね、なんか。だからあの年いった行為なんですよね。年いったから人の噂話するんですよ。だからそういう意味ではアンチも同じレベルですよね。で、分かって、あのね、アンチは絶対その人、あのそのアンチしたい人より絶対不幸な人なんですよ。はもう決まってる、決まってる。そう、老化なんです、老化なんですよ。人の噂話とか人にこう猛烈批判したい人っていうのは、もうあの政治家、テレビ越しに政治家見てもずっと文句言っているお父さんと一緒だから、老化なんです、しょうがないんです。でも身の丈を知るって別に怖くないんで、身の丈そんな低くても自分を知るっていうことが本当の美しさだと私は思ってるので、だから身の丈知らない人って、だから 3B なのに 3K 狙うとかね、男の理想ばかり高いとかいう人汚いじゃん、なんか不衛生じゃん、見た目とか出てる空気が、え、なんでみたいな、っていう。
天皇家に嫁いだ方も身の丈を理解していないと絶対になれないですもんね。そうだとしたらほぼ全ての日本人に当てはまる気がしちゃう。え、難しい難しい、天皇家難しい。え、天皇家に嫁いだ方も身の丈を理解してないと絶対になれない。あ、そうだよね。もうそれこそ本当にそうだもんね。変な女なんか絶対無理じゃん。そうだとしたらほぼ全ての日本人に当てはまる気がしちゃう。うん、だから身の丈低くていいんです。身分低くていいんですよ。でもそれを自分でちゃんと分かっているのかっていうところが重要だなと思います。カフェ行く代わりに井戸場だそう、学生で噂言うのは親から引き継いでるのかな。若いのに老けてるっていうこと。あ、そうです。老けてるというか、もうそれこそ波動が低いでいいんじゃないですか。そういうのはさ、見下そうよ、波動低って。噂話ばっかり。いや、うちのさ、旦那さんのさ、家系さ、天皇家にお嫁さんに行ってる人がいるんですよ。なんかそれをさ、引き合いに出されてさ、吉野家は天皇家に嫁いでるのにって、なんか元風俗嬢とかって言われてさ、汚ねえわバーバーって思った。おめえは汚ねえわみたいな。お前は天皇家に嫁いでないって思った。一瞬で思った、来たねって。そういう時に波動低いって使うでしょ。波動低って、来たねっていいと思うよ。人の噂話ばっかしてんじゃねえよって。あの旦那さん方面の親戚ね、に言われてさ、来たねえわババアっつって、いや、お前今から嫁げるんかいっていう。もうそう、汚ねっていう。汚ねって、でもね、本当に、でもまだ優しい言い方で、本当に汚いなって思うとこは、時はもう切っちゃねっていう。言えなくて、切っちゃねって。汚ねわ、このババアって思って。さやちゃんの言葉は本当腹の底からエネルギー出るって、本当元気になって。元気になって。汚いじゃんだって、私があんたに何かしましたかみたいな。そう、吉野家から天の家にお嫁さんに行った人がいるとか、お前は行ったんかって本当に思うわけ。もうふわスピってるよね。もう身の丈を知れって思った。それこそお前誰っていう。みんなで使うよ、切っちゃねって。もうでも最悪も本気でね、直接言ってきたら、もうなんか言う言葉はもう決まってますからね。あの、もう斜め上から行かないといけないです。斜め横から行かないといけないですね。もうね、決めてたのは、もう本当にさっきの言った言葉。あなたは私の何に勝てるのって。これ結構強烈でさ、なんか私もさ、すっげお嫁さんの立場でさ、へこへこしてたからいけないんだけど、本気出したら、はみたいな。何か私上に勝ってるものを教えてくださいっていう。いつの時代のお話じゃ、ババア空気汚い。もう本当そうよね。
サヤスピがこれからの日本のトレンドになると日本は上がると思います。あの波動低い系スピリチュアルでしょ。だからそういうのはね、戦う時に出せばよくて、普段はねもう本当にね、草の根活動ですよ。だから揺るがないだろうし、だって本当はそうなりたいって誰だって願ってるはずなんですよ。なのになんでふわつくのって、宇宙があんたに何してくれるんのって。宇宙から目を覚まそう。今日ね、うちのねスタッフの秘書ですよ、もう秘書涼子さんがです、いいブログ書いてて、まあ占星術やってるから星も好きだし宇宙も好きだって。だけど人間と同じで生まれては消滅していくっていう、こう生命じゃん。それでいて働きじゃん、働き、生まれては消えていくっていう大きなこう働きの中にいるわけでしょ。人間も一緒じゃん。それだけなの宇宙って。勝手に宇宙で展開するなよっていう。どんどん、わがままになって後片付けができない人になっていくだけだもんね、フワスピって。それでどんどん成功していったとしても、あの根本は枯渇してるから、いつかはもう大爆発起こるっていう。ネットの顔見えないアンチも怖いのに直接アンチと戦えるさやちゃん本当すごい。まあそれはね、なんか島に来てから養ったことだなと思います。ネットのアンチ優しかったなって思うもん、画面越しだから。直接だよ、意義は。喧嘩っぽくなりましたよ、飲み屋とかでも。あーっていう、我慢しちゃダメっていう。喧嘩の仕方は前の彼から学んだので、あーそうかって、わーって行かないといけないんだと思って、気迫がちに。今住んでる場所は洗練されてて、みんな神のようにいい人ばかりで、戦う機会なくて全然免疫ない。そうだね、東京にいるとなよるかも。そうだそうだ、雑草活動、そう雑草活動でいいんですよ。寝なし草状態にはならないですよね。あ、やべ、また長くなっちゃった。ということで、あの自分ビジネスができないフワスピはやたらにプライドが高いって、ブスな癖して顔出せないとか言ってるって、バカの癖して文法気をつけなきゃって思ってるって、ババアの癖して綺麗じゃないからとか、いや誰もそもそもあんたを綺麗だと思ってないからみたいな。ね、そういうところのね根本から見直していきます。生活ビジネス講座590人突破しました。もうじわじわ増えてます。早く入って、早く入って、もう目を覚まそう。目を覚ましたら勝手に進んでいけれるようになるから。ブッダもクソはマジでスッキリしたもんなって。いやもうなんなら釈迦もクソだっていう。でも同じことしちゃダメだよ、ブッダと釈迦も一緒にしちゃダメだよ、男だし。まず男だし、男の真似はするな女はっていう。イエーイ、パチ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 。もうすぐ600、あと10人で600人です。毎日ねコツ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 増えていて、ほんと嬉しいです。あの何が嬉しいって、生活ビジネスっていうワードに響いてくれたことが嬉しいんですよ。もう絶対私もうピカピカしないって決めてるから、もうピカピカしないっていう、ピカピカしない。キラキラしないっていう、
キラキラしない。あの、外側のキラキラに見せてこっちおいでよは絶対しないと思って。だって、本当に自分の中の内面の輝きを思い出してほしいので、苦しいですよ。苦しいですよ。あと10人で600人です。すごくない？1000人行きたいけどさ、いやでもね、今はまだ入ってくれた人がすごい大事なので、もうちゃんとやろうと思って、最後だし、もう仕上げるよ、仕上げね。今回の話みたいに、実はその稼げない人が陥ってる罠、簡単だったじゃん、プライド裂けばいいだけかっていう。 5B はもう絶対、 5B はもうスタートで絶対。しかもまだ何も始まってないから大丈夫だよ、今から入っても3ヶ月で終わんないし呪縛セッションしかしてない。呪縛セッションが講義みたいになってて、うん、なんか、いや実はあの来週、再来週に収録あるんですけど、これで一般公開するやつだから、もうなんかちゃん、もう完成させる、完成、私の講座を完成させるから、ちょっとゆっくりやっていきます。呪縛セッションだけはのずっとコンスタントに続けていくので。すごい、さすがです。いやもうほんとね、あの入ってくれてるメンバーさんがあの宣伝してくれるおかげですよ。本当にいいっていうのが伝わってくるので、もう脱フワスピ、本当のスピリチュアルやろ、あのスピリチュアル好きだったらサヤスピやるよ、サヤスピふざけてるけどサヤスピやります。釈迦もクズです。クズを極めた人。そうなんだ。お釈迦様何をした人か知らんのだけど、調べてみよう。多分クズだろうなって思う。生活してた人だよね、釈迦も。だいたい僧侶系って生活してた人じゃん。出家するとかって生活してた人じゃん。もうなんかシャバがさ、この世がもうさ、出家なのにね、出産、生まれた時点でもう出家なのになって思うんだけどね。釈迦って出家？ワード合ってますか？でも宇宙宇宙言ってる人は絶対生活してない人だから。だから宇宙という言葉が必要なんですよ。でもね、女の感覚なんだと思うんです。結局女は家を離れられない、生活を離れられない。だってもう離れたら失敗よ。どんだけ結果出てたとしても、生活とか家とか離れたらもう失敗よ。男性社会ですから。生活離れた段階で、もう瞬間、家から離れた瞬間、もう男性と同じことやってる、今までの男性社会と同じやり方やってるってことになるので、時代遅れなんですよ。宇宙はそこに SOS は出してないんですよね。女が変えていかなきゃいけないんですよ。って言っても、男性の、男性の入部もお待ちしてます。入部。生活ビジネス万歳で、もう本当ありがとうございます。シャバで瞑想状態のまま生活をする最先端。そうでしょ？男の信仰対象、大体体捨ててるから、真似したら死ぬしかない。ああ、そうなんだよね。そうなんだよね。そういう流れになっちゃうよね。それが自然というか。だから女が長生きするんだと思います。ちゃんと体見てるから。ああ、面白かった。よし。まあまあ、どんどんね、売り上げ、本当に、
なんていうの、エネルギー上げなくても波動上げなくても売り上げ上がるから、プライド取ったら体がふわってなるんですよ。別にカフェ行ったふわじゃなくてさ、カフェ行ってふわってなるの根本的解決できてないからね。あのプライドそぎ落とした時のファだよ。あの循環が良くなるのでね、自分の循環、循環大事です。ということで今日はこの辺で、めっちゃありがとうございました。おやすみなさい。じゃあねー。